キム・ウィロビーはアメリカ合衆国のバレーボール選手。2007年からイタリアのセリエ A ファミリア・チュエリでプロ選手となり、2008年4月にアメリカ合衆国代表入り。同年夏の北京オリンピックでは銀メダルに輝いた。シリオ・ペルージャ在籍中の2008、09シーズンには欧州チャンピオンズリーグにおいて銅メダリストとなり、自らもベストレシーバー賞に輝いた。 ルイジアナ州、テレボーン軍ホーマ生まれで、同州アサンプション軍ナポレオンビル育ち。アサンプション高校在学時には、バレーボールだけでなく、陸上競技やバスケットボールでも、才を発揮した。高校バレーボール部は3年連続で、ルイジアナ州選手権で優勝し、ウィロビーは、年間優秀選手に選出されている。 同時に全米高校ベスト6にも選出されている。幼年期に実母が交通事故に遭い、下半身不随となった。さらなる悲劇が襲う。ボーイフレンドが他人と口論の末、射殺されたのである。後にウィロビーは、あの頃は心がすさんでよく切れて喧嘩ばかりしていたと認めている。同じバレーボール選手で北京オリンピックアメリカ合衆国代表の チームメイトでもあったダニエル・スコット・アリューダは、ウィロビーの三重決定である。2006年12月にその事件は起こった。ホノルルカカーコにあるカフェで、ウィロビーがある女性に暴行を加えたと伝えられた。被害者は、鼻の骨を折るなどの重傷であった。ウィロビーは正当防衛を主張したが、検察官は認めず、司法取引で5万ドルの保釈金と5年間の保護、観察処分となった。 2012年1月保護観察処分が早期解除されたウィロビーは故郷であるルイジアナ州に戻った。2009年4月、ウィロビーは試合後の尿検査でナンドロロンの陽性反応が検出された。同年9月11日、イタリアオリンピック委員会は2011年7月10日までの2年間、ウィロビーを出場停止処分に課したと発表した。出場停止処分が アケプエルトリコで2シーズンプレーした後、2013、14シーズンからアゼルバイジャンのイットサチバクーに移籍し、ヨーロッパ球界への復帰を果たした。ハワイ大学在学中にウィロビーは NCWA 受賞者に3度選出され、2003年には年間優秀選手に選出されている。この年、ウィロビーは1試合あたり6.60本のアタックを決め、 全米ランキング2位となった。ありがとうございます。